次は調理道具を補充しに向かう。刹那さん、目が輝いていますが。仕事道具を揃えるというのは心躍るものだ。でもこんなに買ったら大変な値段なのでは？安心してほしい。刃物とかは凶器として会社の補助を活用できる。使用済みの器具で料理だけはしないでくださいね。拝啓、殺し屋さんと結婚しました。コミックス発売中。